よいしょ。どうも、とりちゃんです。今日はですね、ちょっと模様替えをね、しようかなと思っていて、で、しかも大幅模様替えをしたいんですよ。で、私のこの仕事場って、大まかに分けると部屋が3つあるんですね。で、基本的に実は全部和室だったんですよ。で、2つっていうか、まあ、2部屋だけこのフローリングシートを置いているわけでありまして、この仕事場を最初借りた時は、和室かって思ってたんやけど、意外とね、和室の方がくつろげる。そっからなんか YouTube で、その和室のおしゃれな人をめちゃくちゃ検索して、もうインスタとかを見まくってたら、ちょっと和室もええなと思い始めたから、ここね、実はこの部屋だけクーラーがついてるんよ。だからここのクーラーの部屋でそれこそご飯食べたりとか、結構私は友達とかがね来たりするので、まあそういう時にちょっとくつろげたらいいなっていう部屋を、今からここを一つ作りたいと思います。なのでもうまずはフローリングシートをこのね取って向こうに置くところからスタートなんですけど、これやったのを2人がかりでやったから、果たしてこれを1人でできるのかっていうのはちょっと不安ですが、まあやっていきたいと思います。今日は最後まで見てておくんだまじ。はい、やりまーす。よし、一旦どけてみました。おー、これどうしたらいい。ちょっとこれどうやって入ってたっけ。あ、いた、痛いよ。ちょっと、すぐ集まってるよ。助けて。やだ。やばい、これ、一人じゃ無理かもしれん。どうしよう。いや、でも一人でやってみせる。あたいは、全和室ユーザーに希望を与えるんや。待って。さっきから、ワンピースの裾が引っかかるんですけど。え、マジでどうしよう。玄関もだ。運べました。みんなはフローリングシートってか、私の買ってたやつフローリングのなんか木目のやつやったのね。で、木やったから、そういえばむちゃくちゃ重たかったわと思って、マジでね100万回心折れそうになったけど、なんとか運べました。もう運ぶの必死すぎて、もうそれどころやなくて、すいません、取れてなかったんですけど、皆さんは気をつけてください、マジで。で、私フローリングそのシートを引いてて、もう約1年ぐらいかな。この仕事場借りて7月ぐらいに借りたから、ほんま1年ぐらい経ったけど、全然ねカビとかもなく大丈夫でした。なんかそういうカビ系のマットをやったんかもしれんけど、全然ね久しぶりに剥がしたんですけど大丈夫でした。まああくまで参考にねしてください。あー、マジで涼しい。ここをねちょっと和室にして、ご飯とか食べるスペースにしようかなと思います。頑張ります。てかマジで手首怪我したんやけど、痛すぎ。はい、ってことで少しだけアフレコでお届けしたいと思います。いや、実はあの後和室を模様替えしたんですけど、なんかあんまり気に入らんくて、まずこっちのメイン部屋をまあ模様替えしてから和室片付けようってことで、先にこちらをね模様替えいたしました。はい、このね IKEA の青と赤のロッカーはね、もう私のお家の必需品になりましたね。本当にこれを置くだけで急にこうちょっとレトロ感があるというか、はい、可愛い感じになっております。ここもねキッチンの方とかもちょっと整理いたしました。この後全部ねお見せするので少しお待ちください。もうねマジで疲れた。2日間ぐらいでねやったので本当に疲れました。あ、これ2日目です。ってことですね、やっと完成いたしました。まあなんとなくやし、まだそこまでめっちゃ気に入ってるわけじゃないけど、まあまあとりあえず今年の夏はこれで過ごそうかなという模様替えができたので、皆さんにざっくりですが紹介したいなと思います。まずこちらが私の作業部屋となっております。もうねめちゃくちゃもうさっきまで作業してました感が強いですが、まあこんな感じにしてみました。このソファーをねもうここに持ってきました。基本的にね私が編集したりとか、まあいろいろエルシーのことするのもこの部屋になるかなと思うので、なるべくね自分がすごく居心地のいい空間にしようということで、こんな感じにしております。あそことかね結構お気に入り、ちょっと可愛いスポットも入れてみたりしてみました。で、ここにコストコのクマと野原ちゃんがいます。まあなんか和室なんですけど、ちょっとポップな感じにしております。まあプロジェクターもね置いてるので、ここで映画とかも見れるのでいいかなと思います。ではお次は
よいしょ。はい、こちらがですね、私のキッティンでございます。もうちょっとあの食器がえらいことになっておりますが、こんな感じにしてみました。この辺は配置をね、少し変えてみました。これね、あのコストコで買ったラックなんですけど、めっちゃ可愛くない？普通に色味が可愛くて気に入ってます。あのね、さっきも整理してたんですけど、この辺全部調味料入れたので、ここにねずっと置いてあるのめちゃくちゃ気になってたから、ちょうどねこんな感じでだいぶすっきりしました。こういう感じでラックも持ってきてみました。このね下の方とかちょっとあんま汚いんですけど、まあ、この辺とかはあのペンとかハサミとか入れてますね。あの荷物とか来た時にねすぐサインできるようにしております。そしてそしてこの部屋でございます。どうですか、むっちゃなんか可愛くない？未だに鏡を置く位置ちょっと迷ってますが、でもこの辺すごくねレトロで可愛くて気に入ってます。青とね赤のロッカーはこの部屋に持ってきたので、まあなんかまだ迷ってるけど、撮影するとしたらこんな感じでも撮影してみようかな。で、まあ今まで和室だった部屋をね、このねフローリングシートを持ってきたので、こんな感じでお洋服をかけて、まあルックブックとか撮るときはこの部屋になるんじゃないかなと思います。ってことで、こんな感じで模様替えしてみました。まあ、なんか家具とかはやっぱ基本的にニトリかイケアがね、すごく多いんですけど、こういうね、雑貨系はもう本当になんか行き当たりばったりでお店とか行って、あ、可愛いな、レトロやなーっていうものをね、買い集めているわけでございます。ドラえもんとかもね、すごく多いんですけど、まあ少しでもね、皆さんのレイアウトの参考とかになれば嬉しいです。はい、ってことで今日の動画を見ていただいてもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。